こんばんは。2024年、2月1日、今日はね、今回はですね、大震災のね、被災地のね、公務員等のね、過重労働をね、解消してほしいというね、署名についてお話をしたいと思います。ぜひね、皆様にはね、伏してご協力をお願い、していただきたく、お願い申し上げるところでございます。もうね、能登半島北陸大震災、もう被災地はね、わやな状況、まあ、広島弁で言うとわやくちゃな状況、まあ、公務員やね、あるいは介護労働者も含めて、介護とかね、医療のエッセンシャルワーカー、あるいはですね、避難所運営をね、ボランティアで行う市民、非常にもうね、過重労働状態にあるというところです。もう災害発生、正月に災害発生して以来ね、ほとんど休む暇もないという状況。一方でライフラインは、電気はね、かなり復旧してきてるけどもね、水がね、かなりやっぱりまだまだという状況。それから安全なね、宿泊場所がね、ないということでね、外部からのボランティアもね、十分には受け入れられていないという状況があります。こうした中でですね、皆さんね、日々限界まで働き続けて、しかしね、もうこの大震災の復旧復興はね、もう長期化してくると。もうこれはもう明らかです。もうね、テレビでとかでね、見られるね、こういう状況を見てもかなりね、もう復旧復興はね、相当長引くだろうというのはね、もう容易にね、素人でも想像できるところですよね。そんな中でね、もうこれ以上ね、現場のね、皆さんが無理をすれば、本当に体調を崩すし、効率的な支援もできない。ということでね、公務員やね、エッセンシャルワーカーのね、労働時間の管理と縮減を行う。そして週に2回やっぱり休みにする。そして、ね、避難者運営をね、ボランティアに行うね、市民もね、過重労働から解放するということですね。やっぱりね、より効率的に被災地を支援を行うためにもね、自分自身のね、健康を守るということが大事であるということですよね。この問題はね、能登半島大震災だけじゃなくてね、広島でのね、2014年の土砂災害、あるいは18年の西日本大水害、公務員やね、ボランティアのね、過重労働、本当に、ね、大変深刻な状況です。この請願書がね、改善への一歩となりますよね。伏して、お願い申し上げる次第でございます。ぜひね、皆さんもね、署名をして、いただいてね、政府等にね、こうしたね、現場の声をね、届けていただければと思います。私もね、2014年ね、8月、20日のね、広島土砂災害に、非常にこういった問題に気づかされました。ね、2011年ね、1月末にね、県庁を辞めて3年余りと。そしてね、市民発生時を訴えていたんですかね。ある場所でね、やっぱり土砂災害対応されているね、後輩の女性県のね、県庁職員。私たち大変なんですよって。ね。そんなね、浮ついたことをね、訴える前にね、私たちのことをね、なんとかしてくださいというような趣旨のことをね、ガツンとね、言われました。で、自分なりにね、後輩たちのね、置かれた状況を調べたところね、大変だということに気づきました。もしね、この後輩のね、女性職員のね、この一撃がなければね、これ私はね、今頃例えばね、悪い意味でね、立憲民主党とね、大阪維新をね、ハイブリッドしたような感じ。まあ、すなわちね、社会政策はね、リベラルだけどね、正規公務員にはね、天誅みたいなね、もう厳しく当たるという感じのね、スタンスになっていたね、可能性もあります。市民派っていうのもね、下手するとやっぱりね、うっかりするとね、やっぱり、単なる公務員攻撃というところに、出していくというところがあります。だから、下手するとね、庶民公務員はね、守るというね、河村隆史ね、名古屋市長さえあたりよりもね、庶民公務員に対してね、厳しくなっていたね、私がね、があります。まあ、実際にね、過疎地なんか普及しなくていいと受け取られない発言をね、してね、炎上した元維新のね、立憲第二者もおられですね、私がそのようになってない保証はどこにもありません。後輩のね、女性職員の方にはね、大変感謝しています。政治家はね、やっぱり現場公務員の労働条件の決まり方を、きちんとね、有権者に説明すべきです。まあ、理不尽なバッシングに対してはね、きちんと情報をね、提供していさめる。間違ってもね、
公務労働者がね、団体交渉権やね、政治活動の自由を制限されて、物を言いづらいことに、ね、便乗してね、シルバーに乗ってはいけないと、いうことをね、自戒を込めて、ね、申し上げつつ、改めましてね、公務員の皆さん、エッセンシャルワーカーの皆さん、ボランティアの皆さん、災害の現場でのね、過重労働をね、これ縮減するように、署名、皆様にご協力を付してお願い申し上げまして、私のね、本日のお話、終わらせていただきます。俺もね、だいぶ今日疲れてるんで、ね、またね、明日はね、ズームミーティング、オンラインズームミーティングがありますね。そういったところでもね、随時意見交換ができればなと思っておりますね。それからね、広島庶民革命。ね。やっぱこういうね、今までのね、やっぱりその現場公務員をないがしろにするような政治やね、ひっくり返してね、やっぱり現場をね、大事にする政治、庶民革命、ですね。皆さんとご一緒に進めていきたいと思います。最後にご清聴ありがとうございました。それではね、おやすみなさいませ。